スタートしましょうということを遅れたのは次は大都市駅です。1コーナーへの各の設置に対するが必ずシャンポールを飛び出しますが、このうち3番パーリーラーの機能が前に出ます。オッテチューバックのライフガードが15番を含める選手で、後位の後ろに13番のワクワクルーム、外から始めた時間ハイハイ、このうちに12番のオーサンブリアです。その後1話審査16番のカルケース、今ミコロマーレイクは10番から各は1コーナーカーベル入っていきます。1番ガビオの後ろで最高峰です。2コーナーで先頭は3番のパーリーラーリードを3馬身を取りました。7番オーバーはどちらを警戒されましたハイハイ、この間に3番はイケイケどんどん差をつけていく、横に広がっていますが、7番のシャンボーの外から16番オーバーなど次の横はイケイケどんどんオーバーなどイケイケどんどん並んでいけイケイケどんどんオーバーなど3番で争いするんですが、前に前に飛んだらね5番イケイケどんどん14番のオーバーなど3着争いが最後9番ボードシーンを突っ込んでいて、そこでは1番のアクロンボールボードシーン7番のシャンボー3番目は審査4番。
最初の一戦で11番、セイハロという山下セクトルになっています。早くも昔のことに